皆さんこんばんは、 MK です。ポケモンレジェンズアルセウスパート71やっていきましょう。今回はガチグマを使って古いポエムを探していきたいと思います。そう、結構ポエムにはストーリー上重要なことが書かれていたりもするんですよね。どんな物語が書かれているのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。と言ってる間に一つ反応してる部分を見つけました。はい、ここには何があるんでしょうか。黒色玉石、関係ないですね。で、結構ね、ポエムについてはいろんな情報を皆さんからいただいておりまして、まず大前提として一つのマップにポエムが4つあるんですって。で、これが黒曜の弦や純白の凍土と、まあ全部で5つマップがあるので、4×5 で20個ポエムがありますと。で、ポエムっていうのは、まあ MK さんもこれはなんとなく分かってたんですけど、大体なんかこう古代の場所みたいなところに隠されてるんですよ。例えばこの黒曜の弦やだったら、ハマナスの島にランドロスとかのことが書かれていたやつありましたよね。で、ここの獅子の山道のところに怪しし について書かれていたものがありました。だから、あと怪しいのは、まあ、新事故エムリットについて書かれてるものがあるかなというのと、あとはソノーの開墾地、ここはシェイミについて書かれてるものがあるかもしれません。そして、まあ巨木の戦場かな。あと、まあ強いて言えば黒曜の滝、このあたりにポエムがある可能性が高いと思いますので、そのあたりを探っていきましょう。じゃあまずは一番近いソノーの開墾地からいきましょうか。これさ、ショートカットしちゃっていい？ちょっとズルして、お、反応してるぞ、反応してるぞ。はい、じゃあこっち側走っていきましょう。こういうポエム探しも結構面白いっちゃ面白いですよね。あれ、この辺か。うん、待てよ、反応が非常に、お、ここはどうでしょうか。宝掘りでスイートトリュフ、関係ないね。まあまあまあ、ここはまだソノーの開墾地ではありませんから。ソノーの開墾地はあっち側ですよね。でもこの辺りから怪しいと思いますので、しっかりガチグマで鼻を利かせて歩いていきましょう。っていうかさ、これ誰だったっけ、警備隊の迷子の人いっぱいいたじゃないですか。あの時と一緒にポエムもやっぱ探しとけばよかったね。全部で20枚あるとしたら、今 MK さん4枚しか持ってないので、あと16枚も探さないといけないんですよ。なかなか骨が折れるかもしれませんが、まあなんとか頑張っていきましょう。おっと、なんかが反応してますよ。はい、じゃあこっち側行きまして、いや、あるぞ、ここソノーの開墾地ですから可能性あるよ。ポエムだったら嬉しいな。こっち側、はい、こっち側まっすぐ進んで、ん、戻る、お、ここだな。はい、じゃあ宝掘りしていきましょう。おお、あ、来た、来ました。これムービーが入るときってポエムなんですよ。MK は古いポエム19を手に入れた。早いね。はい、ということで見ていきましょう。今読みますか？はい、読みます。昔この地ができたとき、ポケモンと人は互いに物を送り送られ、支え合っていた。そこであるポケモンはいつも人を助けてやるため、他のポケモンに人の前に現れるよう話した。それから人が草むらに入ると、ポケモンが飛び出すようになった。お、これさ、ミオの図書館にありましたよね、この話。そう、結構ね、前もそうだったんですけど、どれだったかな？ 5 だったかな？これじゃない、これじゃない。これじゃなくて、ってことは9かな？はい。そう、この川に流す。川に流すで、骨を流すと、それが、肉体がついて帰ってくるみたいな話が、ミオの図書館にもあるんですよ。だからさ、ミオの図書館に入ってる本って、多分この、ポエムなんだと思う。そこがこう、なんか繋がってるのは面白いですよね。そしたら今度は、巨木の戦場あたり行ってみましょうか。うわ、ポケモンに見つかってるね。じゃあ一旦逃げましょう。巨木の戦場は、まあ、バサギリと戦ったところなので、まあ結構伝説っぽいものがあってもおかしくないような気がするんだけどな。じゃあ巨木の戦場から、まあ滝の方に上がっていく形でちょっと見つけていきましょうか。お、待てよ。っていうかこっち側は？うわ、ここはないの？ちょっと待てよ。だとしたら、怪しくない？なんか違うっぽくない？こっち？はい、じゃあこっちまっすぐ進みまして、森の中にポエムあるかな？まっすぐ進んで、そっちか。うわー、とはいはいはい。まっすぐ進、お！なんだ？近いぞ。近いぞ。めちゃくちゃ近いぞ。はい、まっすぐ行って、川のあたり、お、来た。いや、でもここは違くないか、だよね。スイートトリュフでした。うわ、じゃあこの辺関係ないのかな。一応もうちょっとだけ周り探してみますけど、うわ、なさそうっちゃなさそう。お、木が揺れてるけど、まあ関係ないな。で、まっすぐ進んで、あ、
森終わっちゃうな。上の方とかかな。そう、結構ねこの森の上のところは行ってなかったりするから、そこにポエムが隠されててもおかしくない。そしてここの BGM さ、あそこあれなんだよね、ことぶき、待って、ど忘れした、ことぶき違う、あの森なんて言うんだったっけ、もう十日の森しか出てこない、今時和の森と十日の森しか出てこない、違う、森の羊羹がある、すみません、白帯の森よ、白帯の森の BGM アレンジになってますよね。そういうところもね細かいなと思っておりますが、おっと来た、反応が出てますよ。こっちですか。はい、まっすぐ進んで、てかこれ結構遠くても反応出るね。おここだ、待って、ここ可能性あるぞ。ストライク、あ違うんかい。ストライク、危ない、やめてよ。ストライクがいたところだからさ、あーだだだ、おーおー、電気が追ってきてるけど、電気の方がちょっと早いんかい、ガチグマよりも。うわ、これ途中で帰ればよかったな。じゃあ待てよ、トンネルは黒金トンネル怪しくない、この辺あってもおかしくないと思いますが、はい、まっすぐ進んで探していきましょう。どうですか、全然反応ねえな。全然反応ねえけど、おや、あ、ピンプクいた、え、ピンプクってここにも出んの。MK さん、ピンプクはあれだよね、大発生で捕まえたからちょっとあれでしたけど、あれ反応してんな、反応してるぞ。こっちか、待てよ、黒金トンネル反応してます、こっちだな。はい、まっすぐ、ん、待てよ、外か、外っていうか上か、ちょっと待って、この上だと思う、滝かってことは、あーなるほど、確かにこの滝は怪しいよね。はい、じゃあ上までの、うわー親分ハピナスが怖いんだけども、ちょっと親分ハピナスは避けつつ探していきましょう。あ、てかここ親分、あ、待てよ、親分のところにありました、あーポエムだー。ポエムだ、これで黒曜の原野はコンプリートですね。はい、 MK は古いポエム15を手に入れた。じゃあ読んでいきましょう。はい、読む、時間とは止まらないもの、過去と未来、そして今、空間とはすべて広がり、そして心も空間。え、すごい短い。すごい短いし、ミオの図書館にこれはなかった気がするな。なんかオリジナルというか、まあ、ミオの図書館に入ってないものもあるっちゃあるんですね。そしたら一旦戻って、うわ、バサギリやってく、キングの再戦、いや再戦はちょっと後にしよっか、まとめてやろう再戦は。だから今日はもうポエムをがっつり集めて、なんとかコンプリートを目指していきたいと思います。ということで昼まで寝たら、じゃあ今度はグレンの湿地に向かっていきましょうか。じゃあ村に戻って、はい、グレンの湿地に向かいます。いやポエム、グレンの湿地ってさ、確か一個、一番最初ガチグマを手に入れた時に一つだけ発見してますよね。だからあと三つここにはあるはずなんですよ。怪しいところどこだろう、ちょっと皆さんも一緒に考えましょう。マップを見て伝説が残ってそうなところが怪しいんですよ。うわー、まあここだろうな、一個は。そう、金色の部屋、この辺りは遺跡があったりするから、多分1個はこの辺にあると思う。で、ここで1個拾ってるんだよね、ポエムを、熊の稽古場のところで。で、あとは、立志湖、いや、霧の遺跡か？遺跡って書いてあるってことは、ここ怪しいよね。遺跡がありそう。あとどこだろう、試練の中洲。いや、微妙、あ、隋の遺跡？ありそうじゃない？隋の遺跡も一個ありそうだね。よし、じゃあまずは隋の遺跡から向かっていきましょうか。アンノーンがいっぱいいるところだから、ポエムはありそうだぞ。じゃあまっすぐ進んで、隋の遺跡の場所を向かっていきましょう。いや、なんか、この、金色の平野というか、この、ほ、生き生き稲穂か。生き生き稲穂いいよね。映えるよね。え？反応しないぞ。おい。ガチグマ？ねえ、隋の遺跡怪しいと思うんだけど。あれ？あれ？隋の遺跡、まさかの反応なし。中に行けば反応する？いやでもこんなさ、タイルのところ掘れないよね、ガチグマさん。お、え、反応してる。おい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 、来た。あ、待って、え、アンノーンがいるんだけど。え、ちょっと待って、アンノーンがいる、どういうこと？え、もしかして、あ、いや違うか、さすがに違うよな。アンノーンってここでもゲットできたの、もしかして。いや違うよね、多分アンノーン捕まえて一回見つけたからここに出るようになったってことだよね。
じゃなかったら MK さんが一生懸命安納図鑑をああやって揃えたのは意味がなかったということになっちゃうんですけどいやさすがにそれはありえないよな。さすがに安納は一回どっかで見つける必要があったんだと思う。でその後多分あれなんだな、ついの遺跡にも出るようになってるんだな。ってことはそう、ダイヤモンドパール、まあ、ブリリアントダイヤモンドシャイニングパールとかで、ついの遺跡に行ったらさ、あれこの上行ける？あ、行けるな。ついの遺跡に行ったらさ、アンノーンが各部屋ごとに出てきてたりしたじゃないですか。あれは、この主人公が見つけてたからってことなのかな？もしかしたらそうかもしれないよね。で、もしかしたらポエムも、この、ポケモンレジェンズアルセウスの主人公が、見つけて掘り出してたからミオの図書館に寄贈されたっていう可能性もなきにしもあらずだと思いますが、鉄のかけら、ここまで来たからちょっと霧の遺跡の方向かっていきましょうか。ついの遺跡はなさそうでしたね。ついの遺跡ありそうだけどな。もし最後見つかんなかったらもうちょっと慎重に見ていきたいと思います。で、霧の遺跡がこっち側か。いや、さすがにあるっしょ、霧の遺跡には。ここってミカルゲがゲットできた場所ですよね。ミカルゲのところなかったらおかしいと思うけどな。じゃあここ上に上がりまして、だって完全に遺跡だよ。遺跡にポエムなかったらどこにポエムがあんのよ。あれあれ反応、ああ、ベロベルト親分怖いね。反応しないぞ。お、あ、来た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 。反応してる反応してる。こっち側まっすぐ進んで、お、やっぱ遺跡だよね。ん、この辺、こっち側、はい、こっち側進む。はい、こっち。結構入り組んでる方にやってきましたが、うわ、絶対ポエムだ、こんな場所。だよね。はい、来ました、ポエム。読んでいきましょう。絶対怪しかったもん、今のところ。はい、古いポエムに。よし、じゃあ読みますよ。はい、今読みますか。はい。地の果てにいるものよ。そなたの気持ちはわからなくもない。私が、喧騒する人は遠い場所に去ってしまった。私が共に過ごした人々は遠い昔に消えてしまった。もう一度会えるならと叶わぬ思いを抱え続ける。地の果てにいるものよ。そなたの気持ちはわからなくもない。だが永遠の冬を生きるのだ。愛する日々を胸に秘めて。え、何の話だ。ちょっと今の全然わかんなかった。何を、何の話だ。ミカルゲの話、と今の分かんなかったな。ちょっとなんか考察がある方いたら教えてください。はい、ということで今度はじゃあここ、あ、じゃあこっちの方が近いね。湿地ベースから下に行ったラルトスとかロゼリアがいたところですね。そこの遺跡に向かっていきましょう。多分そこだと思うけどな。次はここ大ニューラで登りまして、この辺遺跡あったよね。あれあれ、待って、勘違いだっけ？あ、そうだよね。あるよね、あるよね。で、この辺、おお、びっくりした。いきなり反応してる。いきなり反応してるよ。こっち？え、戻るの？宝掘り。いや、ここは関係ないと思うな。だよね。おお、ピートブロック。ピートブロックはリングマをガチグマに進化させるときに使うアイテムなんですけど、なんか、いっぱい手に入っちゃってもう売っちゃいますね。ほら、この辺遺跡になってんのよ。絶対怪しい。絶対この辺あるぞ。遺跡は怪しいって。お？ああ、グレックルだ。びっくりした。マリルリがいたのかと思った。マリル系列って、今作いたっけ？と、ちょっと今びっくりしてしまいましたが、反応してるよ。こっち？はい、こっち進んで、こっち？上？はい、じゃあここ、大ニューラで登る。で、ガチグマに戻す。こっち？ここ？さらに上？はい、じゃあ大ニューラで上、登って、え？ここ遺跡関係ないよ。ここは違うと思う。うわ、合ってるんかい。遺跡じゃないじゃん。お、古いポエム1。なんだ、1は怪しくないか。はい、読んでいきましょう。今読みますか。はい。二人の者がいた。一人は流れる時を見た。一人は広がる世界を見た。二人はさらなる未来、そして世界の果てを求め、それぞれの道を行くことにした。神王様と共に。あ、これは金剛団と真珠団の成り立ち的なお話なんでしょう。はい、ということで3つ見つけました。1つはここ、前に見つけた熊の稽古場と、で、もう1つがここ、もう1つがここ。ってことは、バランス的に、ここそんなことある？いや、立志湖だろ。立志湖のところ行って、なかったら、じゃあこの辺向かいましょうか。いや、でもね、黒曜の原野は結構バランスよく落ちてたから、なんか、マップ見てさ、バランスはちょっと、お、待てよ、立志湖反応してんな。じゃあ立志湖だろ。立志湖が、いやでも新事故なかったからな。
宍道湖になかったということを考えると立志湖は違うと、あ、これ違うね。これいつも反応するさ、あれだね。あ、違うぞ、ここ違うよね。あ、おお、太陽の石ありがとう。なんかいつもこの関さんのここの辺反応するんだけど、今回は違うっぽいな。じゃあ関さんバイバイ。 MK さんは最後のポエム探すね。ここで見つかったらもう黒曜の原野もじゃねえや、グレンの湿地も終わりだから、次は群青の海岸なんですが、ないですか。立志湖の周り怪しいとは思うんだけど、でもさっき宍道湖なかったからな、微妙っちゃ微妙か。はい、ぐるっと一周回りますが、お、あ、反応した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 。待てよ、ありえるぞ。立志湖の近くはありえるぞ。はい、まっすぐ進んで、どうよ、この辺。はいはいはい、お、来た、立志湖のふもと、何が出るんで、あー違ったポエムじゃなかった。立志湖関係ないだとしたら、やっぱバランス的にその下になるのかな。バランスバランスで見つけていくのもどうかと思いますけど、岩枠でかい岩枠がでかくてちょっと怖いけれど、はい、マスターバレてない、なんでなんか岩枠ちょっと目が悪すぎたみたいですね。まっすぐ進んでいきまして、え、ないよ全然。ガチグマがもう反応してくれないんですけど、もしもし、お、あ、来た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 、反応した反応した反応した。はい、まっすぐ進んで、確かこの辺さ、野党三姉妹もいたよね。野党三姉妹がいたらそれはそれでちょっと話しかけていこうか。上、あ、まだまだこれ立志湖の近く、あ、ありえるぞ立志湖の近く。ちょっと待て、立志湖のふもとありえるぞ。来た来た来た、はい、宝を掘って、うわ何、うわもうびっくりした、今の、今のそうかと思った、違うんかい。落ち着け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 、うわもうこれめんどくせえから一回捕まえっか。ちょっと待てよ、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待てよ。危ない危ない危ないって、しびれはもうめんどくさいな君たち。はい、雪玉、ほいほい、あんた効果抜群だろ。そしたらここでモンスターボール投げる、危ないってば。でもさらにここ雪玉連続で投げてって、うわもう出るんかい。じゃあハイパー投げる、はい、でもあなたもだよ、どこ行った、うわやべ、親分ももう今そんなことしてる暇じゃないんだってば。でここハイパーボールを投げる、はい、行って、やばい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 、やめてやめてやめて、本当やめて本当やめて、今じゃないって本当に、なんでそういうことするかな。あ、やばいやばい、あ、危ない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 って、今ウォーグルで、あ、待って待って、ウォーグルハンター、ウォーグル怖いウォーグル怖いって、ウォーグルやめな、ウォーグルで今ミスったと思ったわ、上から高いとこから落ちちゃったかと思った。はい、で掘って、うわ違うんかい、こんな一生懸命ゲットしたのに違うんかい、ポエムじゃないんかい、嘘でしょせっかくマスキッパー捕まえて、言いたいマスキッパー捕まえて頑張ったのに、ちょっと待てよ。じゃあこの人、うわー、 B クイーンの親分がいる、 B クイーンって親分 ここにいるんだ。 MK さん捕まえたっけか、あいつ捕まえてない気がする。え、本当、あ、反応した、バランス的にはこの辺、あ、待てよ、あ、カモはいるかな、いたな、あいつやつやってくいやでもいっか、今回はポエムよ。待って、ここ怪しくない、ここなんかポエム臭くない、花畑だから、ほら来た。はい、ということで読んでいきましょう。雨の中ですが、どんなポエムなんでしょうか。はい、古いポエム13、今読みますか。はい、煙芋を取る、煙芋の皮を剥く、煙芋に火を通す、焼くなり煮るなり好きにしろ、火の通った煙芋を潰す、潰したものを練ってこねる、あとは焦げ目がつくまで焼け、ポケモンの技で言うなら火の粉でよい、火炎放射はやりすぎ、芋餅を好きに食う一日が過ぎる。おい、全然関係なかったぞ今のおい、今の今の全然あれじゃん、関係ねえじゃん神話と、おい神話と関係ない、ただの趣味のもの書くな芋餅の作り方書いてんじゃん、ムベさんなのかな。いや多分そういうことではないと思う。おい、やるぞうちに悟られずに、よし、なんか野党三姉妹君とばっか会ってるな、なんてね、あえて隙を見せてあんたを誘ったのさ、本当だよ、嘘つけ、野党三姉妹が次女おたけの恐ろしさ思い知りな、ということで、じゃあおたけだけちゃちゃっと倒して4万円もらってから、次の場所に行きましょうか。ほら煙玉でどっかに行ってしまいましたが、 MK さんがやりたかったのはポケモンバトルじゃなくて、そう
これなんですよ。はい、金の玉4個手に入れた、ありがとう。これで4万円って結構でかいよね。はい、そしてここのポエムも全部これで集め終わりましたので、一旦昼にしてから次のエリアに向かいましょうか。次は群青の海岸ですよね。群青の海岸どこにあるかな。怪しいのは日吹島か、あなたじゃない、あなたじゃないよ。はい、ラベン博士、あ、さっき、そうですね、間違えてマスキッパを2匹捕まえました。680円ありがとうございます。680円じゃ、何もできないけどね。じゃあこれで図鑑更新と、そう、このココナツ星をね、トウボシにもしようとは思ってますので、そちらも、皆さんご期待ください。トウボシって呼ぶのかはちょっとわかんないけどね。で、昼になったので、ことぶき村に戻りまして、次行くぞ。次は群青の海岸。群青の海岸でありそうなのってどこだろう。まあ、日吹島はあると思うんだけど、あとだよな、遺跡っぽいところないけど、まあ、あそこだよね。お化け藁でしたっけ？この辺か。砂の手。ここも一個ありそうだな。で、そう、隠れ泉への道は一個見つけてるんですよ、私。なので、ここは一個とりあえず取れてる。だから、あと三つなんだよね。まあまあ、ここと、ここ？とりあえず行ってみよっか。よし、じゃあまずは日吹島ですね。向かっていきましょう。ウィンディの再戦もやりたいところではありますが、再戦はちょっとまとめてやるということで、今は一旦無視していきます。ちょっと、あるでしょう、日吹島。ここなかったらもう完全にわからんのだが。っていうか、海の上はありえないよな。いや、でも海の上の島だったらありえるな。島にあったらもうやばくない？わざわざ全部の島。だってさ、道中イダイ島だからさ、ガチグマでこうやって歩けないんだよ。だからイダイ島でそれぞれの島に行って、島の上に行ったらガチグマに切り替えてってなるよね。うわ、まずいまずい。それは、それはやめてほしい。お！なんか反応したぞ。あるんだろ、日吹島。こっち？こっち？こっちか。まっすぐ進んで、お！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 来た！いや、こんな木のふもとにはないとも、あるんかい。あるんかい。こんな変な場所にはないと思ったわ。はい、ということで古いポエム4手に入れました。よし、じゃあこちらも読んでいきましょう。古代の英雄に付き従った10のポケモン、シシソンソン、その役目を受け継ぐ。ポケモンの牢に報いるため、人戦場に器を用意し、取れたての好物、綺麗な水を備え、大いに感謝したという。あー、なるほど。これはあれだね、キングとクイーンの成り立ちみたいな話でしたね。まあ、これいつ書かれたんだろうな。古いポエムとはありますけど、言うてそんな古くないような気もするな。芋餅がどう、いやー、これどうなんだろう。古いポエム、古いのかな。ちょっといつ頃書かれたものなのかは全く分かりませんが、これ見つかってる？あ、見つかってないね。そしたら今度はここに向かっていきましょう。砂の手怪しいと思うよ。はい、じゃあここ、変えまして、あるんだろう？この辺なんだろう？お！こっち側かな？はい、まっすぐ進んで、あ、船のとこか。確かに怪しいね。船のあたりはポエムが落ちてそうな気がする。はい、ま、ん？ん？ここ？お、来た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 。はい、宝を掘りまして、泥団子。違うんだね。え？船のあたり怪しくない？絶対ありそうだけど。あら。ペラップーじゃなくて、ない？ペラップーじゃなくて、ないな。嘘。だとしたら、あの手の方だと思うんですけど、こっち側まで進みまして、はい。どう？手のあたり、ありそうじゃない？結構遠くて反応しきれてないのかな？それとも、ないのかな？怪しいと思うんだけど、この辺。いや、でもこんな近かったらね、反応するよ。お！来た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 ！これでしょ、ポエム。まっすぐ進んで、あー、絶対ポエムじゃん、こんなの。この場所はポエムよ。ここ？もうちょいこっち？ん？どこ？ここ？ん？こっち、ああ、あった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 。はい、じゃあ宝掘りしていきましょう。え？コロコロ豆なの？嘘。え？今ポエムだったでしょ、完全に場所的には。ポエムじゃないんだ。なんで？ちょっと、ちょっと意外すぎるんですけど、え？だとしたらだよ。だとしたらどこだ？裏の浜？まあ、裏の浜ちょっと怪しいような気もすんな。一旦砂浜ベースからそっちに向かって歩いていきましょうか。いやー、いやー、でも違うと思うな。一応混合団の、あれ誰でしたっけ？
ズミさんじゃなくてシズイさんじゃなくてあのどっちも全然過去キャラだったわ今。あのサマヨールが怖いって言ってた人、あの人のところも怪しいっちゃ怪しいか。いやでも、いやでもさ、芋餅の作り方とか書いてあるんだったらもうわかんないよね正直。だってさ、芋餅の作り方、いやそれやられたらもう知らんわだってあんなの伝説関係ねえもん。だって関係ない場所にあったじゃん、煙芋のなんか畑みたいな場所にもあったから、なんか遺跡とかにしかないってわけじゃないんだろうな。でこっち側進んで、そろそろお家着きますけど、ありますか？なかったらもう海の方を探っていくしか、あ反応したぞ、海の方を探っていくしかないと思うんですけども、はい、まっすぐまっすぐ進んでいきまして、どこだ、こっち、この辺、はい、ここ、あ来た来た来た、はい、宝掘りしていきましょう。でボスに見つかる前に、来た来たポエム、はい、ということで古いポエム3発見しました。よく今のところにあったな。はい、じゃあ読んでいきましょう。爪も牙も持たぬ人はあまりにも弱くポケモンに勝てなかった。ある日イカズチはポケモンを撃った。その数は10となった。イカズチに撃たれたポケモンたちは弱き人の力となった。あ、これがキングの始まりか。イカズチは神王様の優しき思いであろうか。え？ってことは大昔にもキングとかクイーンに雷が落ちたことってあったんだ。でそれが今のキングとクイーン、え、どういうこと？え、これ最近書かれたんじゃないの？違うの？ちょっとわかんないね。なんか今の話はさ、最近の話っぽくなかった？それとも昔もこのアルセウス、まあ今回のね、あのキングとクイーンにバーンって雷が落ちたみたいな現象があったってことなのかな。ちょっとそのあたりは、まあ、今後もしかしたらポエムとかで語られていくかもしれないし、うやむやむのままかもしれないという感じですね。もうこれ海行くしかないよな。あとあるとしたらこの辺なんだけど、いやこの辺はないと思うけどな。てかこの辺見たよね私前、ガチグマで。そうだよ、この辺見たわ。ってことはないよ。偉大島でもう海の方進んでこう、海の島を巡っていくしかない。あとはうわ、もう灯火と違ってさ、これはもう一回乗らないといけないからめんどくさいよね。ウォーグルで空中で飛んでもわかんねえからさ。まあこういう島のところを巡っていきましょうか。でかい島の方がありそうですよね。あ、ハリーセンがいましたが、一旦ここはジャンプして、はい、変えていく。お、おいおいおい、ここか？来た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 。はい、宝掘りしていきましょう。ムク、おー来た！ムクホークが来る前に、なんとかポエム発見しました。古いポエム10を手に入れた。オッケー。よーし、じゃあこちら読んでいきましょう。英雄と呼ばれる者がいた。10のポケモンを従え、神王？あ、神王に挑んだ。それは人の強さを示す戦いであった。神王は人の強さを認め、どこでもない世界に戻られた。神王様ってことか。え、キング、やっぱりキングとクイーンに雷を落としたのはアルセウスなんだよな。ってことは今回もアルセウスが人の、え、どういうことなんだろう。どういう意図があってアルセウスはキングとクイーンに雷を落としたんだろう。ちょっとその辺は分かりませんが、これでとりあえず群青の海岸の、ポエムコンプリートしました。じゃあ今度は、天岩の山麓に向かっていきましょう。あとは天岩の山麓と純白の凍土だけですね。なんか思ったより今回ハイペースで見つかったからさ、次回でポエム集め終わりそうですよね。今、まあ今日というか、まあ今までで集めたポエムの数最後に確認しておきますと、はい、大切なもので1、2、あ、ちょっと並び替えしよっか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。だからあと天岩の山麓と純白の凍土は何も見つけてないから、天岩の山麓で4、純白の凍土で4見つけて、全部でポエムが20個になると、そういうことだと思います。よーし、じゃあ次回でなんとかコンプリート目指してやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。